いう付き人自体に、その付き人筆頭っていうんですか、が若松陽さんだったんですか。そうそう、付き人でも 全面的に任せられてた、うん、で若松陽さんがあの力歴とかにあれこれ指示を出して、そうそう、あんまりそこまでこの野郎とか言われたこともないし、うん、いや結構その優しかったよね、うん、付き人筆頭の人がちゃんとしてないと、うん、すごい大変、めっちゃ大変、余計な仕事させられたりとか、そうそう、巡業だって若い人の時の巡業は本当過酷だから、だって朝だってね3時ぐらいに起きてさ、ですぐ晴れてるか晴れてないか決めて、それ残った洗濯もあるじゃない、洗濯機かけたやつ、それをその木と木の間の紐でこう縛って、でそこにずっとこう昼までに乾くから、それで全部乾かしてて、うん、それ終わって明けに下ろしてさ、それでそこから切り全部明けにも全部ちゃんときっちり下ろして、でそこから稽古始まるの。で7時ぐらいまでまあやって、でそこからだってね、早めに行ってるそのちゃんこ番の人が大量に買ってきた魚とかああいうのも全部「おい洗ってこい」とか言って、もう自分らは料理作れなかったけど、洗い物したりとか野菜切ったりとか、そういうことをちょっとやってたよね。うん、楽しいって言ったら楽しかったけど、でもあんな順にはないもんね。だって朝起きて料理作って、で7時ぐらいに横綱来て、でそれでいろんな何十個もあるサプリメントをさ、水も飲まずに全部飲んじゃうんだよね。でそれ終わったらその血糖値上がるのに針ピッタ刺してさ、でこう数値測って、あちょっとあれだなと思ったら、おジュース買ってこれとか言って、ジュースガーとか2本のぐらい飲んで、で調整して、それから行く。糖尿病だから傷あっても治りにづらいしさ、意外と大変だった。だからなんか前の若島さんとかはあんまりもう無頓着だから、だからこうお金とかさ、もう付き人柱にこうポンとさ、みんなであげろとか言っててポンと金出して、もうそのままで終わりなんだけど、ちゃんとナルトさんは終わった後は必ず名前書いて封筒に入れて1枚ずつその渡してたんだよね。2万円とか3万円だけどさ、嬉しかったけど、でも毎日マッサージしてたらこれマッサージ屋だったら俺50万ぐらいの給料取れるよなと思うよね。そんなことも考えてなかったけどね。あでもじゃあそれで1万円とかもらえるんですね、お小遣いとして。そうそう、2万円場所、2万円ぐらいくれるのかな。まあでもあるとないとでは全然違いますよね。気持ち的にやっぱり違うじゃないですか。2万円もらってもだってうまいもん食えるから嬉しいよ。今そんな嬉しさ半減してる自分が腹立つけどさ。でもやっぱその力士ってやっぱあの関取になる前って7万円っていうじゃないですか、給料、うん、7万円しか入んないけども、やっぱそういうマッサージしたりとかいろんなもので、うん、結局は意外に2、30万にはなるみたいな。なんないけど、だってお金いらないから生活はできるよね、はい、でも例えばそういうチップ的なものっていうのは自分の懐に全部入るんですよ。そりゃそう、あの親方に何割とか。いやそんなの言わないでしょ。そんなのさすがにそこは、うん、うちの師匠はあんまりそういうこと言わなかったね、うん、言う親方いっぱいいたみたいだけど、あでもそういう何パーか取る親方も部屋もあったんですか。そうそうそう、あったチップをあるんだよ。きついっすね、うん。逆にあの向こうからこうやって言っていただいてるぐらいなんで、うん、ちょっとゲストに来てもらうこととかできたりしないですか。できたら面白いだろうね、昔話してもね、はい、うん、東京来る気があったらね、はい、電話してくれて来
来てくれればいいけどね。まあ今大変そうだからね。今姫加古川にんじゃない。加古川、そうですか、加古川です。加古川で何、蕎麦やってんの、はい、うどんやってんの。蕎麦や、蕎麦やってんだ。俺もだってね、今度栃木で蕎麦やるんだけど、蕎麦はね、ちょっとどんなやり方してんのかちょっと聞いてみたいよね。なんかアドバイザーとしてでも、うん、こんなクソまずい蕎麦作れやってとか言って。でもじゃあ確かに、でもゲストに来ていただいても、うん、もう今角界とは関係ないから大丈夫ですよね、うん、相撲界が全然大丈夫。やっぱりね、やっぱりこうずっと来てくれたんだよね、うん、まあ、あのいろんな人がね。でもやっぱり俺がやっぱもうこう YouTube こういうことをやりだしてから、もうやっぱり距離を置く人が多かったね、先輩がね。あ、下の方の子らは全く関係なく来てくれるけど、来たらやっぱ言われんだって。まあ、教会側から嫌味が、うん、いや嫌味っていうか、もう行ったらダメだよとか言って、行ったらもうできんだとか言って、禁止令まで出てるんですね。そうへ、でもそんなのへっちゃらない人間もいっぱいいるじゃん、はいはい、何この野郎とか言って、関係ねえんだよんなのとか言って言って、そういう人は来てくれるよね。あと若い方もちょっとおまけしてくれたりとか、んおまけしてくれるからドラゴン行こうよみたいな。いや、おまけはわかんないね。いや、それは若い子が来たら飯の金なんか取らないよ。取らなかったら取らなかったら従業員がめっちゃブツブツ言うけど、お前ら分かってないとか言ってって俺が言ってさ、うん、ちゃんとお金もらってくださいよとか言ってって、原価上がるでしょとか言われて、お前らこう損して得取らなきゃダメなんだよって言って、分かるかとか言って、分からないとか、ちゃんともらってくださいとか言って、どんぶり勘定もほどほどにしてくれとか言って。本当だよ、もうこの前もだもん。だってみんないろんな人が来てくれたらさ、あ、いいよいいよとか言って、もう全部振る舞うんだよね。振る舞うのがもう、あのお相撲さんの、あの堀井君って言って、はい、あの無双力っていうのが店長になった時は、もういいよいいよとか言って、どんどん無茶苦茶してたら、なんかあんまりなんていうの、利益率が全くなかったとかいう パターンでさ、いや三輪さんだったらもう毎日怒られるよ、もうちゃんとそういうとこは取ってくださいとか言ってんで、周りでそれ話して、親方のことはみんな全員見てますよとか言って言われて、あ、勝手になんかおごちそうしてないかみたいなとこ見られて、そうそうそう、いいよいいよとか言って、これ持ってけ持ってけとか言って言って、ダメなんだって、それは商売はダメなんだって、それはちゃんとお金もらってくださいとか、赤字になったらあの従業員の給料払えないんですよとか言って、なんか分かってるよ言われなくてもとか言って、うん、だから意外とね、いろんな、だから苦労してきてるんだよね、和菓子屋さんも、うん、まあそんな方だから一方的に嫌ったりはやっぱりないっていうことだよね。そうだね、あ、多分秋之島の間違いだよね。寝落ちた秋関のことは嫌いそうな雰囲気ある。いや、わかんないけど、本人から聞いてないからわかんないけど、まあ、そんな感じかな。なんか、そうですね、今度ぜひそこら辺も深く聞いてみたいですね、うんうん、実はこうだったとかね。